試合をハイライトで振り返ります。第1マッチ、木下アリエル神奈川、浜本長崎ペア、そして日本生命レッドエルサ赤江湯本ペアでスタートしました。日生の方は15歳16歳のコンビでしたよね。はい、木下アリエルペアがですね、やはり終始流れをつかんだ試合だったかなと思います。2ゲーム目も A トールで、赤井選手のレシーブですね、チキータで攻めてほしかったなと思いますね。そういった勝負のところで何をすべきかというところは木下アリエルの方が今日は一枚上手だったかなというふうに思います。はい、ダブルスを制して迎える第2マッチ、こちらは麻生そして木原美優の第2マッチ。木原選手のサービスとボールの球質の変化にうまく麻生選手が対応してですね、終始いい流れでいっていたんですが、3ゲーム目から苦しい中でも木原選手が強いボールですね、一発あるボールからですね、何か流れを変えたいという気持ち、そしてファイナルゲームは少しゆっくりなボールを使いながら緩急つけた攻撃で勝ったという試合、劣勢の中でも勝つことができた木原選手、素晴らしかったですね。ゲームカウント2対2で、その後ファイナルゲームまでもつれ込んで、このファイナルゲームは麻生に得点させませんでしたからね、はい、そうですね、勝ち切った試合だったと思います。はい、そして迎える第3マッチ、こちらは第3マッチは長崎美優そして森桜の対戦。長崎選手のバック側は非常に調子がいいので、フォア前フォア側を多く攻めていたんですけれども、長崎選手が体勢崩れることなくですね、しっかりと自分のボールにして返すことができたのは非常に大きいと思いますし、また今調子がいいのでそのままの好調ですね、このまま試合を押し切ったような試合だったかなと思います。森選手も非常に苦しい、はい、ラリーが非常に多かったですけれども、はい、長崎選手今日の試合も強かったなというふうに思いました。そうですね、はい、先ほどインタビューも受けていました長崎。そして第4マッチ、もうとにかくこの第4マッチがもう今日の試合の流れを一番象徴するような感じでしたね。はい、木村選手のサービスの工夫、そして徹底してバック攻め、赤井選手のパワードライブを封じたというところがですね、うまさ、試合のうまさが光った試合だったと思います。ゲームカウント3対0でストレートで赤江佳穂を破りまして、結果的にはマッチカウント4対0、木下アリエル神奈川が見事勝利した試合。